あれモササウルスだな。あれ普通のモサだろ多分。普通のモサちょっとやっつけてみようか。なんか手に入るものあるかもしれないし。普通のモサには負けんだろおそらく。ん？なんかよくよく見ると赤いなこいつ。アルファじゃないだろうな。名前の長さ的に多分アルファではないと思うんだけど。よしよし、ちゃんと傷ついてるわ。これなら勝てるわ。なんか妙に色赤いから若干もしやってなるけど、違うな。いけるいける。おらおら、こいつ口でけえな。あ、何こいつも花火打ち上げを照明中好きなの。もういいわそれは。オッケー。 89.7 の 90.6 を探していこう。そうそう、移動速度があんまりにも遅いもんだから一旦拠点に戻って、フィンをつけてきました。フィン、今左下に表示されてるやつね。これ結構速くなってるんだよこれでも。うん、まあそれでも遅いっていうのは確かなんだけど、まあ行くか。 89.7 こっちじゃねえや。来ました。89の 90.7 だからまさしくここよ。ここありませんな。岩しかねえな。ちょ待って、プレシモ、ちょ、バカ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 。戦ってる。まあまあまあ、負けることはないんだけども。負けることはないんだけども。ちょっとほんとさ。よし、このタイミング。くそー、乗れねえな。こっち来たタイミングで、乗れねえ。あ、巻き込まれたら一コロだから。ちょっと距離離れとこう。よい、オッケー。あー、倒した。さすがですわ。また来た。ちょ、もう本当にさ、目まぐるしいな。海底クレートをめぐる争いみたいな感じになってるな。ちょ、できることなら乗せてほしいんだけどね。無抵抗にすればいいのか。ではあそこ寄ってくの怖いからな。片付けるのを待つか。エラモが負けることはないからな。お、倒した。多分プラットフォームサドルのさ、角っこのところをガシガシ当ててたんだろうね。そら痛えわ。はい。まあ、ここにもないな、海底クレート。うわ、やばいのいる、逃げろ。これは逃げろ。待って。あれ、アルファのイカでしょう、どう見ても。相手してらんねえよ、現状だととりあえず。逃げる。もう。このタイミングそんなん出てきちゃうか。やってられませんな。相手してられませんよ、そんな。触手で、何？ヌメヌメされるの？今はちょっとほんとごめん、こうむる。ここなんか洞窟みたいになってるんだよね。これちょっと行ってみましょう。で、ここも海底クレートの場所なんだけど、あるか、これ。ないよね。うん、あ、なんか先に行けるな、これ。あ、行ってみようか。へえ。すげえ、中に入っていける。何これ。洞窟だ。あ、こんなのあるんだ。すごい。神秘的。すごく神秘的な感じ。ちょっと、あ、なんか色変わった。写真撮っとこう。へえ。なんだこりゃ。あ、これ上行けるわ、なんか。光が差し込んでる。すげえ。何これ。真珠でもいるのかしら。おう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 。すごいな。適正生物がいないから穏やかでいいな、しかもこれ。わあ、たどり着いたな、こんなところ。竜宮城か？うわー、すげー。いやー、観光名所としてなんか慣れるんじゃないのこれ。ちょっと先に進む前に、上の方、あれ？上上がれる？あ、上こんな感じになってるのか。おー！すごい、上がれる。これはすごいぞ。真っ暗闇だ。ちょっと偵察にだけ行ってみるか。
下大丈夫かなこれ。じゃあちょっと上上がってみるか。上上がって降りれるところがここなんだよね。よし、ここに一旦降りてみよう。いや洞窟には苦い思い出しかないからな。とりあえず装備品切り替えとくか。これにね、これに切り替えておこう。いや持ってきといてよかったなこれ。エラもちょっと待っててくれ。ここでそもそも毒な武器さえ持ってきてないから、やばかったら即時撤退よ。どうだ、敵いない？今んとこね、全くいない。すげえ神々しいなここ。すごい洞窟だ。クリスタルが発光してんのかな。うわすげえ眩しい、眩しい。ここむしろ眩しい。これ取れたりすんの？取れんよなさすがに。ああこっちは別に行けない、行き止まりか。ここはこっちが正規ルートって感じか。オーケー、何が出てきてもこのツルハシでめった刺しにしてくれるわ。いやそれはちょっとどうかなっていう感じだな。多分勝てないからな。眩しい。こっちがルートだな。今んとこいないな敵。おー、これさっきのところまっすぐ進んでたらここに行けんのかな。いやほんとすげえな。ちょっと写真撮りたくなるわ。そういえば写真といえばさ、アークに新しくカメラが実装されたんだよね。それもね作っていきたいんだよな。素材に黒真珠とかいろいろ必要だからまだ作れないんだけど、まだね近いうちにね作っていきたいと思います。うわーびっくりした。雲、今の雲だよね。あーいた、雲か。もうじゃあとりあえずここまでにしとこうかな今日のところは。今日ちょっと準備整えてないからね。あーびっくりした、ほんとあいつぐらいならまあ勝てそうっちゃ勝てそうなんだけど、まあ無理はね、無理はしないでよこう。ほんとここで死んだらプレッシャーを迎えに来るのだけでも一苦労だからな。いやーすげえ。ここか。ここに海底洞窟あったっていうのだけちょ覚えておこうかな。カタツムリもいましたわ。しかもレベル168って何？ 124 こっち。なんなんこの高レベル。え？高レベルって150が限界じゃなかったっけ？また上限値引き上げられたのかな？168ってお前さん、どんだけ高レベルなんだよ。すげえのいたな。いや、一気にはいなかったような気がしたんだけどな。湧いたのか。いやー、びっくりだ。じゃ、エラモン乗ってもうちょい前進んでいってみようかな。エラモンだったらある程度の敵は撃破できるから。と思ったけど、どうやらここが、行き着いたところみたいだな。ここが最終地点みたいだな。あ、しまった。ボンベ背負ってなかった。ほいっと。オッケーオッケー。これ装着しとくの忘れてたな。はい。行くか。ちょっと帰り道にイカいるんですけど。やめてほしいな。ダッシュで逃げよう、もう。バイバイ。絶対イカとは戦っちゃダメな気がするんだよね。なんか引っかかった。ん？なんだこれ？あ、近代的なのがこんなとこにある。へえ。上から行こう。危ねえなー。よし、とりあえずこの、あ、ここも上上がれるじゃん。ここもちょっと上がってみるか。どれどれ？ここには何が？ん？なんか攻撃されてる。あらあら。あ、イカとかいるじゃん、これ。マジか。これ大丈夫？大丈夫これ。イカいるんだけど。うわー、まあこうなったらやるしかねえか。ちょっとこれ、なんかでも、あ、大丈夫そうな感じ。うん、大丈夫そうな感じだな。イカの特殊攻撃とか絶対あると思うんだけど、絡みついてくるとかさ。まあでも、出してこないな。あ、これいけるわ。いけるいける。イカの足、今にもちぎれそうだもん、これ。いける。
よしよし、くらっておけ、くらっていけ。イカはうまいぞ。イカそうめんとかうまいからな。よし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 。あーでも何、結構厳しいかこれいや多分大丈夫だと思うんだけど。よいしょ。あれ、イカもう死んでる。あ、イカ倒した。あ、何、黒真珠手に入れた。やったぜ黒真珠嬉しいな。ただそろそろ本当逃げましょう、逃げましょう。もう HP が結構厳しくなってきてるわもう逃げます。ちょ、道わかんねえんだけど、道こっちだったっけ。いや適当に逃げ回ろう。